こんばんは、とことん共産党の時間です。司会の浅岡です。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日東京都議会選挙が告示されました。都知事選挙、知事選挙、ね、本日東京都知事選挙が告示されました。 OK です、はい、申し訳ありませんでした、日本共産党は希望の街東京を作る会の宇都宮健二さんを推薦し、勝利を目指して全力で戦うことにしております。今日は東京都知事選挙の、についてたっぷりとご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、まず今日の出演者をご紹介したいと思います。 MC はおなじみ小池晃さんです。こんばんは。今日はあの宇都宮応援カラーの、あ、そうなんです、オレンジで、私と小池さんとオレンジで、オレンジ色で、はい、宇都宮の応援カラー、あ、ここレンジだ、本当だっけ、本当だ、あ、残念ながらオレンジ忘れました、ね、宇都宮さんのサポートカラーがオレンジ色ということで、うん、ここの旗もオレンジ色で、あります。で続いて、東京都議会議員選挙が昨年の6月ですねに行われましたけれども、そこで初当選された米倉春奈さんです。こんばんは。初めて参加させていただきます。25歳の都議会で一番の若者です。どうぞよろしくお願いします。そして都議会議員の曽根はじめさんです。こんばんは。曽根はじめです。地元は北区です。都議になってもう21年、4代の知事とやり合ってきましたが、5代目は宇都宮さんがいいなと思っております。よろしくお願いします。それでは今日の番組のご紹介です。先ほどお話ししましたように、今日の特集はこちらです。いよいよ都知事選、暴走政治をストップさせ、都政を変えるチャンス。実はですね、このちょっと下の方見えますでしょうか。今日この番組中に宇都宮健二さんと、電話がつながることになっています。皆さんぜひお楽しみにお待ちください。すごい。それからですね、大好評のコーナー赤旗ナイトもあります。今日は日曜版の、方からお二人来ていただいていますので、これも最後になりますけれども、どうぞ皆さんお待ちください。はい、ということで、ちょっと最初にあの大きな間違いをしてちょっと焦っておりますが気持ちを入れ替えまして、はい、改めて、いろんな新聞やニュースなどでもご紹介していただいていたので、ご存知の方も多いかと思いますけれども、先週日本共産党は共産党の党大会を開きました。そのことについて少しご紹介したいと思うんですが、はい、4年ぶりの開催で、今小池さんが持ってくださっていますけれども、第26回の大会となりました。全国から900人近い代議員の方が集まって、共産党の方針について4日間をかけて議論しました。米倉さんも代議員として参加されて、はい、発言をされたのが、新聞赤旗でもご紹介されていましたけれども、感想などいかがでしたでしょうか。いや、初めて参加したんです。まあ、そもそも私が共産党に入ってから2回目の大会だったんですよね。党に入って7年なので、私そうか、はい、だって25歳だから。そうなんです、大学1年生の時に入党したので、初めて行って、いや本当にですね、もう白熱で、会場は65人発言されたということで、まあ、私もその中の一人だったんですが、はい、もうみんな元気いっぱいで、やっぱりどこでも自共対決だと、はい、保守の方から共事対決だと頑張れって言われたっていう話だとか、いろんな紹介があって、あ、ここに私の発言の用紙も出てるんですけど、はい、写真が、いや、すごく良かったですよ。ありがとうございます。うん、感動しました。ね、まあ、若い人があれだけ、ね、発言した党大会っていうのは本当に少なかったんじゃないかなっていう感じですね。ちょっと今入党してから2回目の党大会ってショック受けちゃったそっか、はい、でもそういう人たちが本当に生き生きとね、やっぱり党大会で発言するっていうのは本当に素晴らしいことですよね。そうですよね。曽根さんは、小池は何回目ってのは数えたことないですよ。私も2回しか出てませんね。そうですか。
随分10年以上間を置いてましたけどね。今回は東京で、東京のインターネットで見させてもらいましたけど、はい、C さん相当、なんて言いますか、自信に満ちて、一番力強いなんか報告だったなと思いますね。まあ、自共対決っていうのは本当にあの実力の上でも、あの政治的な対決はまあ自共対決、自民党と共産党のまあ対決だと思うんですよね。他の政党やっぱり対決軸持ってないからね、対立軸を。ただやっぱり力の上ではまだまだ差があるわけだから、もっともっと共産党を強く大きくして、実力の上でも自共対決をっていうのはみんながやっぱりね頑張ろうっていうふうにね、あのなった大会だったと思うし、まあ若い人が本当に活躍して、職局長もあの市田忠義さんから山下良樹さんに、交代をして、山下さんが新しい職局長、まあ、私もあの副委員長を引き続きやることになりましたので、ぜひ皆さんこれからもあのよろしくお願いします。よろしく。その党大会の中で、あの年末 の、 あのこのとことん共産党スペシャルでもご紹介した、拡散部グッズをいよいよ販売したんですよね。これがすごい大好評だったっていうこと で、 まずですね、このクリアファイルはなんと3000枚売れたという。お土産にみんな買ってたっていうね、皆さんが、はい、私もお土産でもらいましたよ。そうですか。私もこれ都議団で30枚買いました。30枚みんなにお土産に。もったいなくて使えないよねこれ ね、 ね、素敵で ね、 ね、はい、そうですよね。でこれが、その時もまだ完成してなくて、ゲラ釣りのものをご紹介しました。前回はねゲラ釣りで紹介したんですけどね、はい、できましたから。はい、できました。今すごいんですねこれね。そうなんですよ、あのこれなんですけど、某書店、全国の某有名書店で、有名紹介してもいいのかな。これは紀伊国屋書店の新宿南口店で平積みになって紹介置かれていると、で全国からあの池上彰の隣に置いてますからね。本当、だって下の池上、そうだ、すごいな、日本の選択ですね。日本の選択、拡散部読んでほしいね、やっぱりね。上に拡散部と、はい、いいですね。全国の大型書店で平積みになってるとか面出しになってるとか、買いましたとか、アマゾンで取り寄せましたとかっていう連絡がどんどん来ているっていうことなので、ぜひあのまだご覧になってない方もあのぜひお読みいただければというふうに思っています。一般書店で買ったっていう人もいるな。本当、早い、嬉しいです、ありがとうございます。それからこれちょっと季節がね違うので、まあ本やかあのクリアファイルに比べればちょっと売り上げは夏に比べればちょっとちょっと季節がね、でもね、これからまた春に向かって桜色だし、この拡散部 T シャツも、作りました。でこの3点とも、あのまず本は普通の書店で全国で買えますけれども、はい、先ほどのこのクリアファイルとこの T シャツは全国にある共産党の地区委員会、事務所に、お問い合わせいただければ、あの一般の皆さんも買えるということですので、あのぜひ欲しい方はご連絡ください。とても本当に実物すごく素敵ですのでね。はい、ユニクロで売れって絶対そんなことはしません。ユニクロで売れなんていう人がそれはないです、ね、嫌です、はい、ということで、最初に党大会 の、 あのご紹介をさせていただきましたが、はい、それではここからあのいよいよ今日の特集に入りたいと思います。本題の、東京都知事選挙です、今日告示というふうに先ほどお話ししましたが、そうですね、今日の12時から新宿駅西口で、宇都宮さんの、演説がありました、そこには共産党からも C 和夫委員長や、社民党や新社会党などあの緑の党もね、緑の党もありますね、宇都宮さんを、応援している政党からもあの演説がありました。その、時の演説のムービーがすでに届いていますので、短い時間ですけれどもご覧いただきたいと思います。どうぞ。最も早く名乗りを上げた候補者、宇都宮健児です。どうかよろしくお願いします。東京が若者もお年寄りも女性も男性も障害のある人も障害のない人も希望を持って暮らしやすい、そういう街東京を作るためにこの度立候補を決断した次第であります。私は5つの基本政策、2つの特別政策を掲げています。基本政策の一つは、世界一働きやすく
暮らしやすい希望が持てる街、東京を作ることです。私は今回の戦いは都民の手に都政を取り戻す戦いだと思っております。そして都政に民主主義を取り戻す戦いだと考えております。東京は変えられます。皆さん方の力で変えられるんです。東京が変われば日本が変わります。一緒に東京を変えましょう。そして日本を変えていきましょう。頑張りましょう。都知事候補の宇都宮健二が訴えさせていただきました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。日本共産党の志位和夫でございます。全国中市の首都東京の知事選挙が始まりました。宇都宮健二さんは人権弁護士として42年反貧困ネットワークの代表、年越し派遣村の名誉村長として活躍されてきました。常に弱い立場の人に寄り添って正義を貫いてきた弁護士であります。日本弁護士会連合会の会長として政府にさまざまな政策提言を行い実現してきた力ある人であります。首都東京の知事として最善最良の候補者が宇都宮健二さんではないでしょうか。政党団体個人みんな力を合わせて何としても東京都知事に押し上げようではありませんか。暮らしのお願い、福祉のお願い、子育てのお願い、原発ゼロのお願い、1300万都民のお願いをこぞって宇都宮健二さんの絵を一票に託して、あと17日間頑張り抜いて必ず勝利をつかみ取ろうではありませんか。私たちもこの一員として全力を挙げて勝利のために頑張り抜くことを誓いして訴えとさせていただきます。ありがとうございました。すごい人数ってねコメントもあったけど、本当すごい人数、ね、主催者発表だと5000名っていうことで、5000もっと多いような気がするけど、曽根さんも米倉さんも私も、うん、行きましたけれども、うんうん、米倉さん演説直接聞かれていかがでしたでしょうか。いやもう本当に力強くて、で実は、最初に宇都宮さんが演説して、うん、いろんな方が応援演説した後に、うん、最後にまた一言宇都宮さんが演説されて、そこでこれは勝てる選挙なんだと、勝たなきゃいけない選挙なんだと、で前回の選挙で96万人の方が入れてくださったのかな、その方が2人呼びかけて投票してくれたら、勝てるんだということで、やっぱりみんなの力で勝とうじゃないかっていうようなことを呼びかけていらっしゃって、その通りだなと思いました、ね、あとですね、ここでたまたま、もう仕事を休んで、この選挙戦うんですっていう女性とたまたま出会って、絶対勝つんですこの選挙はっておっしゃってて、やっぱりそうやってもう本当にいろんな人が今度こそ政治変えたいっていうので立ち上がってる選挙だなって思ってます。そうですね、曽根さんも行かれたということで、やっぱり宇都宮さんの訴えが、もう非常に堂々としていたのと、それから具体的にブラック企業規制条例とか、具体的でしたよね、公契約条例とかね、もう明確におっしゃったん で、でしかもそれやっぱり宇都宮健二さん弁護士 の、経験や、それから粘り強いねこの力を生かせば、できるんじゃないかっていう確信を感じました ね、そうですね、で感激して私も今ちょっと慌ててオレンジの、みんなでオレンジ色のよろしくお願いします、私も行きましたけれども、一昨年もう一昨年になりましたけども、1回目 の、 猪瀬さんと戦った時の都知事選挙の時の演説も何回も伺ってきましたけれども、今回はもう本当にこの間のね、その後でお話があるかと思いますけれども、
その安倍政権の暴走に対しての本当にこう具体的な政策を今回出されてきていて、その訴えがやっぱりこれまでの宇都宮さんの弁護士の仕事としてこう頑張ってこられたことと重なるので、あの前回以上にこう宇都宮さんらしいあの政策だし、宇都宮さんの訴えがこう響いてきたなっていうふうに思って聞きました。で、あのこの後ですね、あのもちろん今日のとことん共産党全国の方が見てくださっていると思うんですけれども、あのこの特集をご覧いただいている方に本当にぜひ宇都宮さんのことを知っていただいて、東京にお住まい の, あのお知り合いや親戚の方にもぜひ宇都宮さんのことをあの広げていただきたいと思って、この後ちょっと宇都宮さんっていう方はどういう方なのかということについて、ご紹介するコーナーを、考えました。はい、それを、はい、じゃあ始めたいと思います。はい、宇都宮さんってこんな人クイズ。まず第1問ですが、宇都宮さんは、宇都宮健二さんは2008年の年末、ある村の名誉村長を務められました。はい、それは何村でしょうか。出ますか。1原子力村、2オリンピック村、3日の原村。もう怒られるんじゃないこれ。4年越し派遣村。はい、いいですか。1原子力村、2オリンピック村、日野原村って答えてる人いるけどね。3日野原村、4年越し派遣村。さあどうぞお答えください。はい、どうぞ。これなかなかセンスのある回答の選択肢ですよ。オリンピック村か。くだらんクイズだっていう人も。くだらなくない。くだらなくないでしょう ね、はい、はい。年越し派遣村が 81.3%、 圧倒的ですね。圧倒的ですね。日野原村って答えてる人は 5.7% もいますね。原子力村はちょっとこれはふざけてるか、ね、ふざけてますね。はいはい、ということで年越し派遣村です。はい、多くの皆さんご正解です。年越し派遣村が正解ですけれども、今小池さんが持っていらっしゃいますこの派遣村っていう本もその後出ていますが、2008年の年末から2009年の正月にかけて日比谷公園を、その場所として年越し派遣村というものが開かれました。うん、それはあのリーマンショックの後、あの派遣切りがもう本当に、多くされて、もう家も仕事もないという方たちがその路頭に迷ってしまうということを何とかしたいということでね、作られた村だったんですが、そこで、宇都宮さんが名誉村長ということで活躍されて、小池さんも医療ボランティアとして白衣を着て、ね、活動されてた。これあのこの本の最後はやっぱり宇都宮健二さんが締めてるんですね。はい、名誉村長としてね。はい、そうそう、今ちょっと紹介あったんだけど、うん、医者として僕行ったわけじゃないんだけど、その時は議員だったんで行ったんですけど、あのそっか、結構ね病気になる人多くて、1日で100人ぐらいあの医療班で、あの診療したので、その時に白衣、そのことが書いてあって、うん、そうなんですか。こ の東海林さんっていうね、あの毎日新聞の記者さんなんですけど、うん、僕が医者だってこと知らなかったんで、うん、小池さんが白衣に着替えた時は何をするんだと思ったけれども実際にね、こういうことやってくれた。屋外でしかも真冬だったから寒くて、それであの厚生労働省の1階をね、開放させるところまでやったんですよ ね、そういうことありました。その時も ねやっぱり本当に僕もああいうソフトなね、方なんだけれども、本当にこういう頑張る人だなっていうのは、それ以来私やっぱり印象的だったのはね、その戦う相手の目の前で戦うっていうね、あのやり方は今回の首相官邸前の原発ゼロの行動でも同じだなと思うんだけど、目の前でアピールするっていうのは絶対失敗できないですよね。惨めな人しか集まらないと、あの大変なことになるんで、やっぱり覚悟はいりますよね。そうですよね。そういう戦い方をしてきた人だなと思います。あの私もボランティアで行きましたけれども、宇都宮さんが、まあ、名誉村長だったっていうこともあって、その本当に弁護士さんたちが、ね、すごくあの活動に参加されていて、その後いろんなことであのそういった方たちの支援をされたっていうことでも大きかったなというふうに思っています。それでは、クイズの2問目に、あ、つながりますか。じゃあクイズ2問目の前に電話に入りましょうか。あ、なんか電話つながったみたいな。宇都宮さんと電話がつながったようなので、ここで宇都宮さんの電話インタビューを小池さんからお願いしたいと思います。もしもし。あ、もしもし。あ、
どうもこんばんは、小池晃です。あ、小池さんですか。はいはい、小池です。あ、どうもこんばんは。今あのインターネットで、はい、よろしくお願いします。今インターネットでこれ流れてます。はい、はい、宇都宮さん、改めて、この都知事選挙に、どんな思いで臨まれたのか、インターネット番組見た今ご覧の皆さんにアピールしていただけますでしょうか。そうですね、やはり14年続いてきたですね、石原都政、猪瀬都政の中でですね、都民の生活はずたずたになってますね、はいはいはい、貧困と格差が広がって、はい、福祉が切り捨てられてですね、やっぱり都民の生活、暮らしが、とても厳しくなってます、でこういう生活を、根本的に転換しなきゃいけない、そういう思いを私は反貧困運動をやってて、強く思ってました、はい、その転換が一つ、はい、それからやはりもう一つ重要なのは安倍政権の今の動きですね、憲法を改悪して、アメリカと共に戦争をやれる体制を作りを急いでる、はいはいはい、これをどうしてもストップをかけなきゃいけない、安倍政権の暴走にストップをかけるために、憲法を守って東京から平和のメッセージを発信すると、うん、これが非常に重要な時期じゃないかというふうに思いまして、はい、そういう、思いで、都知事選、2回目のチャレンジですけどね、決断した次第です、今日 の, 演説の様子も先ほど画像で流したんですけれども、本当に皆さんですね、非常に具体的で、ビジョンがね、はっきり分かりやすくて、大変良かったと、みんな感動したと。あ、ありがとうございます。集まりも大変良かったというふうに。すごい人数で、そうですね、びっくりしまして、私は第1回目戦った時に、投票日の前日、12月の15日ですけど、はい、西口で最後の街頭演説やったんですね、あの時もやっぱり黒山の人だかりで大変熱気のある街頭演説会になったんですけど、その時を上回る人が集まってたと思います。他の方の発表、発表だとなんか5000人ぐらい集まったんじゃないかということですけど、もっと多かったんじゃないかという、もっと多かったのかなという声もありますけどね。それはもうだから1年前だから、このことは私たちは1年前よりもですね、はるかにやっぱり運動の広がり、はい、手応えを感じましたね。はい、そうですね、はい、手応えはじゃあその初日から非常に感じておられると。やっぱり1年前に1回経験したってことがですね、非常に私も成長させてもらったし、船体も宇都宮船体も大きく成長したと思います、はい、でその間のいろんな運動の広がりですね、反貧困の運動もそうですし、脱原発の運動もそうですし、特定秘密保護法に反対する運動もそうですし、こういう運動の広がりが今日の1日目の凱旋とかそういうところに表れてるんじゃないかと、そうですね、いうふうに感じてま す, です、ね、私たちも本当に全力尽くして、はい、宇都宮さんを都知事にするために、今日は都議会議員の曽根一さんと米倉春奈さんにも来てもらって、はい、これから都政の問題もみんなで語っていこうと思ってますので、西口では C さんに力強い応援説をしていただきまして、はいはいはい、大変元気と勇気をもらいました、はい、これから、社会党、社民党、緑の党ですね、はいはい、こういう党首も来ていただきまして、はいはい、で特に福島からですね、はいはい、脱原発運動をやってる武藤瑠衣子さんがですね、演台に立って、応援のメッセージをいただいたというのは、大変私は感動しました。そうですね、でそれから1月19日の名護市長選の勝利がありましたんで、最後ちょっと私も声を詰まらしたんですけど、名護沖縄の戦いに、元気と勇気をもらったけど、我々の戦いでこの勝利の報告をですね、沖縄の人に届けなきゃいけない、そうですね、福島の人に届けなきゃいけない、東日本大震災の被災者に届けなきゃいけないんだと、またそういう届けられるような戦いしなきゃいけないんだ、ね、ということをお話しするときは、私もちょっと胸が熱くなってね、自分自身がグッときましたね、はい、今日本当にお疲れのところありがとうございました。いやいや、とんでもないです、まだ、今日スタートですから、はいはい、あと2月8日までありますの で, そうです、ね、元気いっぱいで、今日スタート台にして、はい、いいスタートが切れたと思ってます、はい、これからやっぱり人前
回り二回り運動を広げていけばですね、はい、必ず勝てるというふうに確信しております、うん、前回は無我夢中だったんですけど、今回はもう舛添の背中が見えてますので追いつき追い越せでなんとか勝利を収めたいと思いますので、共産党の皆さんも引き続きご支援をいただければと思います、はいはい、力強いお話本当にありがとうございます、はい、東京観光日本を変えるために頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとうございました、頑張りましょう。都知事候補の宇都宮健二さんとの電話でした。力強いお話でしたね。力強いし、なんか今ねなごのお話ありましたけど、私たち今 ねその話聞いてこちらのまた胸が詰まりますよね。いや本当に、いや東京は変えられる、日本は変えられるってね。なんかね、そうですね、名護はお金で魂を売らなかったという、ね、そうですね、本当に1週間前、まだ1週間じゃないですね、日曜日だからまだ5日前ですね、沖縄の名護市長選の、まあ、だってあれだけの結果が出たのに、もう結果関係ないって言って、ね、埋め立てのね、うん、まあ、広告、ね、強行しちゃうわけでしょ、そんなの関係ねえっていう、そういう態度だからね、そういう人たちにやっぱりね、本当に東京でやっぱりこう結論出すしかないですよね、ぜひ本当に何としても勝利をすると、なんかこれで終わっちゃいそうな感じなんですけど、ね、そうなんです、ちょっと途中だったんで、はい、ちょっとまた戻ってクイズに戻りたいと思います、はいはいはい、なんかちょっとクイズやる雰囲気がなくなっちゃったちょっとねそういう感じもありますけど、まあでも宇都宮さんより分かっていただくために、はい、じゃあクイズの2問目を、宇都宮さんってこんな人クイズの2問目です。はい、小池さんお願いします。宇都宮さんってこんな人クイズ第2問、宇都宮健二さんはあるベストセラー小説の登場人物のモデルになりました。さてそのベストセラー小説とは何でしょう。答えどうぞ。1、はい、東野圭吾探偵ガリレオ、2、宮部みゆき貨車、3、池井戸潤ロスジェナの逆襲倍返しってやつですね、4、石原慎太郎太陽の季節。誰がこんな人なんですか。誰ですかこれ。まあ僕が言ってたんですけど。さあ1番2番3番4番どれでしょうか。そうです。ふざけるなよって、まあすいません。ね、はい、ちょっとより印象深く ね皆さんに宇都宮さんを覚えてもらうために考えているクイズですので。ね、印象付けるための、うん、よかった。センスいいって取り組みですから、はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい、あ宮部みゆき貨車が 67.2%。じゃあ石原慎太郎って言った人はね、もうちょっとダメ。それでも小池さんそこ狙ってそれに。あ、そうか。まあ、失礼しました。ということで多くの皆さんが正解です。正解はこの貨車、宮部みゆきさん。僕もこれ読んだけど本当ね、これ面白いんだよね、すごくね、小説としてもね。ね、山本周五郎賞も取った、まあ、ミステリー史に残る傑作ということですけれども、ちょうど宇都宮さんは山本周五郎とか藤沢周平が好きということで、そのまあぴったりだなと思ったんですが、ここに出てくる、弁護士さんのモデルが宇都宮さんということなんです、ね、うん、サラ金の問題で ね戦う弁護士さんなんですよね、はい、でその宮部さんと、宇都宮さんがこの反貧困反省の木という宇都宮さんの、まあ、自伝的な、まあ、本なんですけれども、その最後のところで、対談をされてるんですね。で今お話したところが、まあ、宮部さん自身が語ってるんですけれども、まあ、多重債務問題は宇都宮先生にお聞きするのが一番ということで3時間ぐらい お話を伺いましたっていうことで書いてあって、でこの貨車の方の後書きにも最後宇都宮さんに対して の謝辞が書かれているということで、やっぱりもうとにかく、まあ、この本が、単行本で出たのがもう20年前なんですけれども、うん、その頃からもう本当にサラ金問題について真摯に取り組んでこられた宇都宮さんっていうのは、この宮部みゆきさんにも取り上げられたという、そういう宇都宮さんという、はい、一つの、宇都宮さんの、まあ、大きな一面でした、はい、じゃあ第3問宇都宮さんってこんな人クイズ第3問です、NHK のプロフェッショナル仕事の流儀という番組で宇都宮さんが取り上げられたことがあります。2006年です。多重債務に苦しむ人たちの救済に取り組む宇都宮さんが、娘をさらうとか日本刀を持って押しかけるなどの脅しをかけてくる闇金融業者と戦う様子が紹介されています。でここで宇都宮さんが闇金融業者と戦うコツを紹介しています。それは何でしょうか。
またこれが、1相手より大きな声を出す、はい、2日陰の交渉はしない、3怖くなったら逃げる。さあどれでしょうか。何この怖くなったら逃げる。でもちょっと難しいかもしれない。難しくないでしょ。難しくないんですか。難しいですか。なんか多分これが正解っていうのは分かりますけど、ね、これもあるかもなってちょっと思いますね。そう思いますね。あ、そう、うん、身の安全は大事ですから ね, なるほど、ね、それは確かにそうですよね、はい、うん、そうね。さあどうでしょうか。1、2、3出た、2日陰の交渉はしない、 79.4% ですね。はい、はい、割合が高いじゃない、ね、正解です、うん、正解です。正解は、はい、日陰の交渉はしないということで、うん、あのこれどういう意味なのかちょっと説明してくれます、うん、はい、はい、あれ、日陰の交渉はしない、宇都宮さんの本の中にも紹介、あ、このテレビの中でも紹介されているんですけれども、うん、あの多重債務に苦しむ人たちの救済に取り組むときに、その娘をさらうとかね、日本刀を持って押しかけるとかいう、うん、そういう脅しをかけてくる、うん、あの闇金 の, あの 業者がいるんですね、うん、で、あのその人たちと戦う様子がここで出てくるんだけれども、うん、あのここにあるように、まあこう裏で交渉するのではなくて、うん、法律という意識の見旗を立てて毅然として交渉すると、はい、 それこそが裏でこそこそやんないっていうことですね、だから、まあ、宇都宮さん の, あの本当に弁護士の姿勢がそこに出てるんだと思うんですけれども、なるほど、ね、まあ、なんかね、こういった問題は、まあ、いろんな、まあ、最近弁護士の中でもね、他人がやらないことをやるう、ね、そうなんです、いろんな人たちが関わってるけれども、本当に真正面から、うん、あの法律を盾に戦うという、そのことによってさまざまな事件が解決してきたっていう、そういうことが、こういう人に本当に都知事になってほしいですよね、本当に裏献金と全く縁がないでしょう ね,、うん、ね、そうですね、誰かさんと対照的ですよね、うん、本当に、はい、クイズ4つ目どうしますか。いや、いいですよ、いいですか、うん、はい、じゃあそう、もう次行きましょう、はい、それではせっかくあの 都議会から、米倉さんと曽根さんに来ていただいているので、はいはいはい、その都政の話などもいろいろしていただきながら、今度の宇都宮さんの都知事選挙について、迫っていきたいというふうに思うんですが、その前にまずあの、うん、はい、今度の都議会、都知事選挙なんだけど、はい、先ほどやっぱり宇都宮さん自身がね、うん、もう言われていたことですけれども、はい、やっぱり一つやっぱり安倍今の自公政権 の暴走にね、やっぱり東京からストップかけるっていう大きなやっぱ選挙だと思うし、同時にやっぱり都政を転換すると、やっぱり石原猪瀬都政の下で14年間、うん、本当に福祉切り捨て大型開発熱中っていう都政やってきたから、あのそれ転換するって言ってる候補者は宇都宮さんだけですからね、やっぱりそれが大きな2つのやっぱり、ね、ことをめぐって戦われる選挙、あの安倍暴走ストップ、そして都政の転換、うん、これを図っていくという選挙になるかというふうに思うんですね、はい、これがあの宇都宮健二さんの政策ですよね、はい、基本政策5つあって、はい、あと特別政策ということで2つということなんですけれども、はい、今日の新宿での演説でもここを丁寧に語られて、うん、本当にあの、ね、こんな都政をぜひあの実現してほしいというふうに心から思うような中身でしたね、はい、はい、曽根さんが今日あのご準備くださっていることもたくさんあるんですけれども、あの順番に、取り上げていっていただきたいと思うんですが、はい、どこからいきましょうか。宇都宮さんもおっしゃっているように14年間の石原猪瀬都政で、はい、本当に東京はあの宇都宮さんの政策 の反対側ですね、あの世界一暮らしにくく働きにくい、うん、町、絶望の町になってしまったというふうに言っていいんじゃないかと思うんですね、うん、例えば、はい、高齢者にとってどうかっていうのはね、私たちよくあのこのあれを使うんですけども、はい、全国で都道府県でただ一つあの高齢者一人当たりの予算を減らした県なんですね、うん、3万円も減らしたって今日 C さんもね、うん、言ってましたけど、3割ですからね、減らしたが、うん、大変なあの減額をしてるわけです。これ一人当たりの実際の予算額で減らすっていうことはちょっとありえない話ですよね、うん、普通はね、全国では
あの全て増やしているわけでしょ、うん、ちょうどあの介護保険が始まった頃ですから、うんうん、あの高齢者の介護がや福祉がものすごくあの課題がね、うん、はっきりしてきた時代に、うん、もう増やどうしたって増やさなきゃならない時に逆にやらせてきたと、うん、でいろんな口実言ってるけれどもお金は一番あるわけですからね全国に比べると、ね、これは本当にひどいなと、うん、で予算の中の割合も、うんまあ、それまでは全国で2位だったのがあの老人福祉費の予算割合が43位まで落っこっちゃったというのがこの10年間だったわけです、うんうんまあ、これもが一番分かりやすい例だと思いますが、はい、どこを減らしたかっていうのを一つの例としては国民健康保険料、はい、これに対する、まあ、補助をですねかつては東京都は320億円各区市町村に出していたと、うん、これもう43億円しか出してないんですよね、うん、その分区市町村にも負担がかかり保険料が結局上がる原因になっているということですね、うんうん、これもあれですよね10もう1割ぐらいまで削ってしまってる、うん、そうですね、うん、国も削ってますから ね、 そうですね東京都も、ね罪が深いんですよ、うん、それからここも削ったというのはやっぱり一つ都営住宅っていうのがありますね。これ削ったというよりも何もやらなかったっていうことですよね。新規建設ゼロが14年続いて、今出されている予算もゼロですから、このまま15年続けていいのかと、うん、建設ゼロを、その間に倍率が 6.6 倍から 24.5 倍まで跳ね上がっちゃったと、うん、人気のあるところは何百倍っていう倍率ですから宝くじになっちゃってるわけですよね、うんこ, れね、こういうのも何としてもね、解決しなくちゃいけないと思います、うん、東京ただでさえ家賃がね高いから若い人たちなかなかね子育て世代、ね、大変だから そ, うそれでちょっと私もこの関係で話したいのがあって、うん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 、この間シングルマザーの方と話をしたんですけど、うんうんうん、もうまさに家賃が高くて、うん、10歳ぐらいの男の子育ててるんですけど、うんはい、やっぱりお母さんのお給料じゃ、うん、借りれる部屋が一人暮らしのワンルームだと、うん子供がどんどん大きくなっていくのに、うん、ああ そ, っかその子の部 屋,、うん、部屋が欲しいって言われても答えてあげられないって、うんうん、涙ながらに言われてですね、うん、そういう本当子育て家庭がたくさんあるんですよね、うん、答えてあげなきゃいけないってもっとね頑張らなきゃいけないだろうって思います。東京に住むなよとかさその埼玉引っ越せとかって言ってるやつがいるけどさ、うん、何なわけ一体さ東京にやっぱり住むためにそういったね政治をやるのは都政の仕事でしょ、ねね、え埼玉に住めるんだったら住んでますよ。あのね、埼玉から通えない人だっているわけだから、うん、仕事の関係で、うん、だからやっぱりね東京でちゃんと住めるようにするとそうですよ、ね、いうのはやっぱりさ政治の責任都政の責任じゃないですか、うん、そう思いません。たまに住めとかねたまだって高いですよ。たまだって高いよ家賃さ、ちょっとさそういうことをさ言ってるんじゃダメだってダメですよ、ね、えもう自分のやっぱり住みたいところにちゃんとな別にさ豪邸に住むってんじゃなくて、うんね、えちゃんと普通の生活をね、うん、送れるようなところに住めるようにするのがやっぱり政治の責任じゃないですか、うん、わらびにでも住めとかわらびわらびだって高いですよわらび大変ですよねほとんど東京と同じですよわらびだったらね知って書いてないの。宇都宮さんの政策にはその暮らし住まい雇用保障条例を制定するってありますからまさにね本当に共産党の時の皆さんと一緒にね、ぜひあれですよね、そういうところは大きく変えていきたいというところですね。うん、もう一つあの防災のこともね、はい、あの宇都宮さんの政策に入ってるんですよ。うん、あの事前に防災で、災害を食い止めるっていうことと、はい、それからいざあの地震などが起きた時の災害をできるだけ減らすという減災というのを、はい加えてますよね。うん、その減災の上で大きいのはやっぱり住宅をいかに地震強くするかっていうことで、うんうん、ところが東京のね住宅の耐震化の女性は、はい、結局23区の中の 3% ぐらいの地域しか提供されないというので、これひどいですよね。静岡ではもう満単位でね助成してるのに東京は620件ですか、うん、なんかそういう、うん、それだけ宇都宮さんもおっしゃってましたが、これでは本当にね実績なきに等しいと。そうですね。一方で外環道には、ね、1メートルで1億円かかってるわけですから、うんあまあ、かけてこれから作ろうというわけですから、うん、これをこっちに回せということですよね。これ今のあれでしょ関越から東名までつなげるっていうことになると2兆円
16キロでトンネルを地下に掘って、うん、しかも地上にももう一本道路を作る外観その2という道路を作ると、うんうんうん、そうするともう地上の住宅も全部、ね、あの立ち退きになってしまいますから、うんうんうん、その立ち退き量、ね、そうですよね。だって住宅密集地ですよね、あの辺りなんて、ね、電動があり、ま、元の道路がありませんから ね、うん、ね。今日あの院長も言ったけど、その外観わずか780メートル分で3万人分の認可保育園を作ることができますと。だからやっぱりそういう税金の使い方やっぱり変えるっていうことが必要ですよね、東京の場合ね。これは国と東京都で両方でお金出し合って作る道路ですから、うん、まさに都政を変えれば国政も変えるっていうことにつながる、まさに一番の例でしょうね、外環道は。そうですね、まあ、そういうあの14年間の、まあ、積もり積もった悪政というか都民そっちのけの都政を大きく変えて、うん、どういうことをやりたいかということで、うん、いろいろ私たち都議団も、まあ、議会の方でも頑張ってるんですが、うん、道路でいうとあの外観だけじゃなくて、はい、道路でいうと、うん、今いつ首都直下地震が起きるかわからないっていうことで、うん、地震対策だって東京都も一生懸命言うんだけど、うんうん、その中身が異常なほどに道路中心なんですよね、うんうん、28本の道路を2020年までに完成って言ってるので、うん、もうあと6年で、普通道路っていうと、まあ、15年20年かかるんですよね、作ろうと思うと、ええ、まあ、やっぱり住民の合意が必要だし、うん、それから転居されてっていうのを本当にこう一個一個丁寧にやっていこうと思ったらかかるのに、うん、それをそんな短期間で、しかもあの場所によってはもう本当に住民の皆さん、ここに道路は必要ないと、うんうん、私の活動してる豊島区なんかは、うん、家 1,2 軒離れて、もうすでに広い道路があるんだけど、そのぐらいの距離を置いてまた道路通すっていうので、うん、こんな道路通されたら町が壊れてしまうっていうので、うんうん、まあ、これ取り上げたんですよね、うん、やっぱり住民のそこに住む人がここに道路を通してほしいっていう、うんうん、ことじゃないのに、うん、無理やり上から押し付けるのはダメだと、うんうん、だし今求められているのは道路ばっかり作るんじゃなくて、本当にその町その町で必要な防災対策が求められていて、まあ、道路通せば大火災、地震が起きた時心配な大火災を防ぐ、まあ、なんだろうな、延焼遮断帯になるんだって言ってるんだけど、じゃあそれは、いや、あれはね、逆ですね、そう、うん、延焼遮断帯になるんじゃなくて、道路っていうのはもう車が、そうですよね、もう、うん、もし大震災のことになると、はい、車が残るわけだから、そうです、もう火が燃え広がる、そうなんですよね、ことになるわけだしね、もう延焼遮断帯作るより前に 木造密集地域に対するね、うん、耐震化防火対策を徹底的にやることが必要なのに、うん、ちょっと今のやり方はね、全く力が入ってないってことですね、そこが本当にこう進んでなくて、やっぱり宇都宮さんはそういう、こう地震対策名目の道路づくりどんどん進めていくんじゃなくて、やっぱりこう総合的な防災対策が必要だって言ってる方なので、もうこれは本当に何としても土地になってほしいって思ってます。僕の住んでるとこもね、そう、道路で今大問題になってる、品川が、品川ですね、そうなんですよ、この間白石民議員が取り上げて、もう激しく、うん、あのやり合ってました。やっぱり、ね、やり方全く間違ってると思うな、この今のね、東京のね、道路作って防災だっていうね、そう、ああいうやり方ではね、逆に東京中火の海になりますよね、うんうん、あと米倉さんにお聞きしたいのは、はい、今その若者の働き方の問題で、はい、のこの環境産党もあの臨時国会で取り上げてきたブラック企業の問題ですけれども、はい、宇都宮さんの政策にもね、あのブラック企業規制法、規制条例っていうのありましたけれども、いや、もうぜひそういうふうにですね、やっぱり東京で働く若者が日本全国の働く若者の中でも一番多いと思うんですよね、うん、でここでどうやって働く者のこうまともな働き方実現していくために東京都がイニシアチブ発揮するっていうのは本当大事だなと思っています。で私自身もまあ、周りの同級生が社会に出て3年、うん、まあ、4年とかそのぐらいなんだけど、うん、もうその無事に町で聞き取りしなくても普通に同窓会で、いや、もうこの半年、うん、こう
終電まで帰れなくて、うん、で朝9時にまた出勤してと、うん、で家に帰り着くのはだから夜中の2時ぐらいって言うんですよね、うん、でまた朝7時に家を出て出勤、うん、働かなきゃいけないと、うん、会社は今忙しい時期なんだって言ってるんだよねって言うんだけど、うん、聞いてみたら、うん、まあ、半年はそういうひどい長時間労働を強いられると、うん、まあ、こんなことが起こしてるんですよね、うん、まあ、それだけじゃなくてもあげればキリがないんだけど、うん、まあ、本当に若い世代にとってはこうブラック企業って一言じゃなくて、うん、いつ自分もそうなるかってい う、 こう危機感持っての何とかしてほしいっていうことで、でまあ、今それだけじゃなくてブラックバイトって言って学生のこう法律を知らないところにつけ込んで、まあ、最低賃金以下で実際働かせているっていう、まあ、聞いた話だと1時間500円ぐらいしかもらえてなかったとか、そういう事態が横行していてですね、でまあ、まず東京都はこの実態ちゃんと把握しなさいとで公表して東京都としての対策やるべきだってことをちょうど昨日副知事3人に対しては、うん、あの求めたんですけれど、うん、でもまあやっぱり今までの石原猪瀬14年間の都政っていうのは、うん、こういうひどい働かせ方がどんどんこう広がっていく中なのに、うん、まあ、例えばそういうブラック企業で働く若い人が相談に行ける労働相談センターってい う、はい、こう事務所を持ってるんですよね東京都は、はい、これもともと8箇所あったのが、うん、この2人の知事の間に6箇所に減らされてしまって、うん、で今若い人は2人に1人が非正規雇用って言われてますけど、うん、そういうもとで技術身につけて新たに正社員としてやっていきたいという方がたくさんいらっしゃるのに、うん、そういう中で職業訓練校はですね17あったものを14に減らすと、うん、でさらに去年末だったかな、うん、猪瀬前知事が新たに1箇所、まあ、減らすってことを決めてしまって、うん、まあ、だから結局4箇所減らされるということで、うん、もう本当に若者にとっても冷たい東京都政だったと思うんですよね。あのその若い世代との関係でいうと、その待機児対策とかね、うん、保育園の増設問題っていうのも大きな関心があるところだと思うんですけれども、うん、そうですね、あの、はい、ブラック企業の被害者ってのは大体独身の人が多いんですけど、うん、その後結婚して子育てに入ってまた難問があるのが、うん、この保育園が足りない、ね、特にあの安心して預けられるのはやっぱり認可保育園なんですけど、それが非常に足りなくなってると、うん、いう問題ですね、うん、今2万人以上の待機児がいるんですね、はい、でこれを解決するためにということで、今回あの4年ぶりに市長さんと都議団17名になって、はい、条例提案権を取り戻したので、うん、早速この、認可保育園促進のために土地代が高いんで、うん、それを助成しなさいという条例を出したんです、うんうんうん、本来なら知事が出せば、もうもっと、なんていうかスムーズにことが進むのを都議会で共産党だけが提案するという格好になると、どうしても周りが反対すると、でやっぱり宇都宮さんに知事になってもらえば、こういう本当に道理のある提案が知事の側から出てくるっていうだけでも、もう大きくね、都政が様変わりすると思いますね。宇都宮さんの政策に子育てしやすい環境づくり条例っていうのも提案したいっていうのがありますもんね。もうまさにそこもまた共産党と一緒に、ね、うん、できる、そうですよ ね、 すよね。それと宇都宮さんが特別政策でおっしゃってるその、はい、オリンピックともう一つは猪瀬疑惑を徹底究明すると、はいはいはい、そうですよね。で百条委員会を都議会に要請するというおっしゃってるんで、これはぜひね、私たち提案した共産党としては、うんね、ぜひ、後押ししてもらいたいと、うん、同時に都知事の権限っていうのは強力ですから、うん、もうこの疑惑はおそらく石原全然知事時代からね、はい、いろんなつながり特集会ってあったはずだと、この辺も知事の権限生かして、うん、究明を、ね、知事サイドからもやれるんじゃないかというふうに思うんですね、うん、そうですね、そういう点でも重要だと思います。本当に今のね、お二人のお話聞いてると、今回の宇都宮さんの当選によって本当に大きく都政を変えることができるっていう期待が膨らみますよね、うんうん、もう何としても本当に宇都宮さんを
ね、当選させたいという気持ちが、うん、一層強くなってきました。猪瀬疑惑を、ね、追及、先頭に立って頑張ってこられたのが、そうですよね、共産党の、ね、都議団の皆さんで、うん、やっぱりあそこまで追い込んでいってね、百条、はい、委員会の設置というのを共産党が提案して、うん、で、 そうですね、それが与党というか自民とか公明党も、うん、まあ、言い出したことが、うん、まあ、猪瀬辞任に、うん、きっかけになっていったというか、ね、追い込んでいったということでいうと、うん、まあ、この問題やっぱり徹底的に解明するのが本当に大事ですよね、これからの都政にとってもね、うん、ぜひ、はい、まあ、宇都宮さんが都知事になったら、うん、まあ、暮らしの問題からね、そういうその政治と金の問題まで含めて、もういろんな問題が本当に展望開かれるなっていうのが今のお話聞いてよく分かったなと、うん、オリンピックパラリンピックも、はい、開催都市の知事が、うん、シンプルな、そして、うん、都民やそれからスポーツ選手なども、ええ、日常にこうスポーツ活動をしている人たちが納得できる、ね、施設計画なども含めて、はい、今、ええ、市民のスポーツ施設を潰してオリンピック競技場に変えちゃうっていう ね、ええ、そうなんですよね、そういう部分もあるので、うん、これをやっぱり知事が呼びかければ大きなインパクトがあると思うんですよね、うん、そうです、ね、さっきからコメントで曽根さんの話聞いたら、はい、宇都宮さんに支持することに決めた、ありがとうございます。すごい米倉さんの話は説得力あるとか ね、 ね、本当に具体的で声が多いですね。視聴者の皆さん1000を今超えたということで、たくさんの皆さんありがとうございます。それでは次に視聴者の皆さんから寄せられた質問に、3人の方に答えていただきます。質問ね、さっきからね、うん、ちょっと最初に言いたいのは一、本か一本かって出てるんで、はいはい、でね、これ、うん、質問にもありましたね、ました、そういうのもね、はい、うん、脱原発を掲げている候補者が他にもいます。一本化すべきだったという声もありますが、どう考えたらいいですかっていう、ただ僕ね、結局ね、うん、一本化っていうふうに言ってる人っていうのは、宇都宮さんに降りろっていうことなんですよ、うんうんうん、でそれね、ちょっとやっぱりね、おかしいんじゃないかなと、うん、やっぱりどう考えたってこの原発の問題もそうなんだけれども、はい、うん、今のやっぱり安倍自公政権のね、暴走にストップをかける、はい、うん、であるいは消費税の増税に反対をする、うんうん、で何よりも都政のやっぱり石原猪瀬の14年間の都政転換するって言ってるのは、うん、もう宇都宮健二さんしかいないわけですよ ね、 そ う、 ですね、そういうことで言えば宇都宮さんが最善の、ね、候補者であって、うん、やっぱり私たちはやっぱりこの宇都宮さんをこう本当に都知事にするっていうことに全力を挙げていきたいと思うし、原発をなくそうっていうふうに願っている方にとってもね、うんうん、やっぱり宇都宮さんは本当に弁護士としても一貫してこの問題に取り組んで、はい、原発をなくせっていう声を、ね、うん、上げ続けてきた人、日本弁護士連合会の会長として3.11 の時にね、はい、全国の弁護士の先頭に立って支援活動に立った人、そうですね、やっぱり原発なくせの声を託すのにこれほどやっぱふさわしい人いないわけだから、はい、やっぱり宇都宮さんをね、こうみんなで応援するっていうことが原発なくすって願いにもつながっていく、実現する道だというふうに思いますよね、本当に、うん、ね、今日のその一本化するなら宇都宮さんだってそういう、そうだと思う、そういうことですよね、うん、今日 の、 その新宿西口のさっき宇都宮さんが電話で話してらした福島で本当に頑張ってらっしゃる武藤瑠衣子さんのね、訴え聞けば、いや本当にね、脱原発や福島の思いを東京で引き受けてくれるのは宇都宮さんだっていうのを改めて本当に思ったところなので、ぜひね、その一本化一本化って書いてる人も宇都宮さんの政策読んでいただいて、そうしたら宇都宮さんしかないって分かりますよ、本当にそう思うと思います、ね、私やっぱり子どもたちのね、はい、未来の日本をどう残すかっていうことを考えると、うん、問題は原発ももちろん大事なんだけれども、うん、戦争の危機がね、うん、近づいてるっていう憲法改悪の問題、9条、うんうん、を守れっていう問題も含めて考えると、この両方を守れる人じゃないとね、うん、そうですよね、子どもの未来託せないと思うんですよ、はい、そういう点からもね、原発だけでこの都知事選判断するっていうのは、うん、大きなやっぱり曖昧になるじゃないかなと思います、ね、ちょうどその質問の2つ目がそれに関わることで、その都知事選で安倍の暴走にストップと言ってますが、都知事選で国政の問題を争点にするのはどうなんですかっていう、いやでもやっぱりね、うん、これは東京っていうのは日本の人口の1割以上がね、こう集まってる、はい、まあ、首都なわけですから、はい、そこで本当に政治の問題で、うん、こう、まあ、これだけ注目される選挙なわけで、うん、国政の問題は当然争点になるし、
やっぱ都政を転換していく上でも国政も変えないとやっぱり都政って変わらないと思うんですよね。そうですね。福祉の問題にしてはね、はい、だからそういう意味では当然やっぱり国政の問題っていうのも争点にして、うん、で都政の審判なんだけど同時に国政についての審判も下して、うん、都政も国政も一体として変えていくのが都知事選挙ですよね、うんうん、はい、まあ、今までもあの例えば高齢者の医療費の無料化なんていうのは東京都政から始まって ね、 東京からね始まって全国に広がって国がやらざるを得なくなったわけですよ ね、 公害対策もそうですよ ね、 そうですよね。ただそういう意味ではもう国政の課題も大いに語って選挙していくということが絶対必要だと思いますね、はい、もう一つ質問いいですか、最後ですけど、はい、後出しじゃんけんとか言われたり選挙が人気投票になっているのはおかしいと思うんですけれども、どう思いますかっていう、まあ、これやっぱりきちんと ね、昨日宇都宮さんもあの会見の時に、うん、なんかこんなね後出しじゃんけんとか人気投票じゃまるでそれは AKB、 そう書いてあるけど AKB じゃないんだから、ね、AKB に悪いよね、あそうだAKB に悪いよ、 AKB の方がまともなメンバーありますよ、そうか苦労して頑張ってる人が単純化されるっていう面もあるんだ、ね、もうね、あ本当にひどいよね、うん、まあ、大体ね候補者の時からね審議拒否するような人はやっぱり、ね、うん、都知事の資格ないですよ、うん、そうですよね、 思いますけどね、ちゃんと正々堂々とね、うん、都民の前で議論しないとダメですよね、うん、ぜひそれは、まあ、今からでも遅くないわけだから、はい、選挙始まって、うん、まあ、もう徹底的にやって、ね、皆さんにねこう判断していただく材料を ね、はい、しっかり示していく必要ありますよね、はい、はい、ぜひ討論会をこれからでも遅くないから、はい、やってほしいと思います、やってもらいたいです ね、 ね、うん、マスコミも頑張ってほしい、ね、そうですね、マスコミの、ね、中身をね、うん、うん、あれだけ後出しじゃんけんを批判しておきながらね、細川さんが名乗りを上げた途端にピタッとね、止まっちゃったからな、そうですね、そこは期待したいと思います、はい、ね、本当に都知事選や都政の話はもっと好きないほどたくさんありますけれども、時間もあるので今日の特集についてはここまでとしたいと思います。コメントいただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた、もう一つのお待ちかねです。さあお待ちかね、ナイトのコーナー、これは宇野倉さんも最近ねすごい面白いって、ね、赤旗ナイトがね充実しちゃってね、うん、ちょっとね、ちょっとほとんどこうとことんがね脅かされてきてるんじゃないですか、もしかしてこの時間が独立番組とかさ、それかだんだんこっちの時間がこう長くなってくる、だんだん最後こう乗っ取られたりして、小池さん頑張りましょう、頑張りましょう、はい、それでは赤旗ナイトよろしくお願いします。はい、赤旗ナイトの時間がやってまいりました。赤旗日曜版副編集長の田中です。今日はですね国際報道30年の、ベテラン坂口、記者にすごいよな、で、坂口記者はですね、ロンドン特派員を、1980年代に、なりまして以来ですね、つい最近は1、2年に1回はドイツに訪問しているという、もうドイツ通でありますので、ぜひドイツ の、 脱原発の模様をお話を聞きたいと思います。30年の坂口でございます。で今日は見てきた原発廃炉時代のドイツとこういうことでお話をさせていただきます。で、まあ、写真をいくつか見ていただきたいんですけども、まずこれはアルプスの少女ハイジです、何これ なぜですかこれ。これがドイツ、こういうふうな、まあ、四角い国なんですけれども、最初この南西部から入ってきまして、でこの南西部から入るのはですね、このフランス、スイス、ドイツ3つの国際空港というのがあって、このバーゼルというスイスの町から入るんですけども、これまあ日本から行きますと徹夜で、午前7時ぐらいにやっとホテルに入ったと、もうフラフラなんですけども、テレビをつけますとアルプスの少女ハイジがですね、迎えてくれた、アルプスのこの祖国で流暢なドイツ語で頑張ってると、でハイジも頑張ってるから、まあ、僕も頑張ろうというふうに思ったという、まあ、それだけの話です。ドイツ語じゃあんまり関係ないですね。それだけの話です。では今回のドイツ訪問の目的は何でしょうか。このエネルギーウェンデというこれ、まあ、ドイツであるわけですけれども、まあ、エネルギー転換で、ウェンデというのは革命というような意味もある、うん、エネルギー革命というのが今行われているということで、その現場を見てきたということですね。まず訪ねたのがここですね。
でこれはこのなんと、うん、あ高速増殖炉がなんか遊園地になってるんですね。高速増殖炉、はい、遊園地になってるということですね。でそうそうそう、これはオランダとの国境に近いこの赤いのはあのライン川なんですけれども、ライン川沿いにオランダとの国境のすぐ手前にカルカーというところがありまして、ここはあのドイツの高速増殖炉が作られていたわけですけれども、この住民の反対、オランダとドイツの住民の反対ということで、これが核燃料を入れる直前になって廃炉が決まったと。そういうところ で今核燃料入らなかったので今遊園地にして使うことができる。なんか綺麗にこのね、はい、書いてるんですね。でこれはあの冷却塔という冷やす、あの空冷で空気で冷やすんですけれども、でこの冷却塔の中はですね、遊具がいっぱい置いてあって、この中も遊園地になっています。遊園地と発想がいいですね。でこれが高速増殖炉の原子炉なんですけども、その前にこういうのメリーゴーランドがあったりするんですね。でこれがあの高速増殖炉で使われていたポンプなんですけども、ポンプ、まあ、全長3メートル4メートルあるポンプが今は花壇として使われているという、ポンプが花壇になった、まあ、こういうふうな状況ですね。なんかすごく芸術的な感じがする。それで高速増殖炉っていうのは核燃料が運転すればどんどん増えると、夢の原子炉というふうに言われてたんですけれども、実際にはもう動かなくて幻の原子炉になってしまったと。でこのドイツだけでなしにアメリカ、イギリス、フランスとかもうみんな撤退したわけですね。ところが実は日本のあのモンジュっていうのはこのドイツのこのカルカーの高速増殖炉をモデルにして作ったもので、本家の方はもう91年にやめてしまったのに、この文系の日本の方はですね1兆円のお金を注ぎながら、で実際には発電もほとんどしていないんですけれども延々とやっていると。でこれは今あの安倍政権がねこの事業を継続しようとしているということになっています。でまあこれあの原発を推進している人々がプロジェクト自分で言ってるんですけど、まあエネルギー不滅の法則というのがあるんですが、日本ではプロジェクト不滅の法則だというふうに言われてまして、日本で一旦プロジェクトが始まると絶対止まらないというのを推進派が自分であの自虐ネタですねやってると、まあ要するに思考停止ということだと思います。いやあの実は1994年ですかね、各国があの高速増殖炉から撤退する中で、日本が、この臨海を強行するんですけど、その時ってあの細川政権の時なんですね。なるほどね、よく覚えておきましょう。わ、はい、かりました。細川政権ですね、わかりました、はい、でもう一つの方ですけれども、これはあのドイツの北東部のグライフスワルトという、ところですけれども、原発の解体工場です。原発解体工場、はい、東ドイツの原発8基が全長1キロのところにこう横一列にずっと並んでるんですけども、そこがあの解体するということになって、で20年以上にわたって解体作業が行われています。うん、なるほど。でこれはあの紙面に出したものですけれども、あの蒸気発生器でこういうふうな、この核の汚染度の高いものというのは中間貯蔵施設にずっとそれが低くなるまで、置いておくということです。でそれ以外の、ものについてはこういうふうにあの解体作業をね、やって、このこのカッターで切ったり、あるいはこの火を使ったりしてですね、バーナーで焼いてる、水でやる場合もあります。佐川さん、これちょっと質問なんだけど、これ普通にこう近づいて取材できるんですか？いや、だからこれ全部あの防護服、白い服を着て、であの靴もですね、あのカバーして。線量はそんなに高くないんですか？で結局あの線量計もつけて入るんですけれども、あのそんなに高くなかった、高くなかったんですが、先ほどのこの蒸気発生器の場合はですね、うん、これがあの一番高かって、蒸気発生器だからあのあ こ, れこのこれですね、はい、だからここはもうこの案内の人が早くここが立ち去りましょうということで、すぐ立ち去ったと。まあ線量計、個人の線量計はそんなに高い数値ではなかったですけどもね。で結局最終的には
この縦、1メートル横、1メートル ×2 メートルぐらいのこの箱になるまでこの全長1キロの原発を細かくして細かくしてここになるまで、解体すると。で、あの点検を受けてですね、大丈夫だというものはあの外に出して、処理をするということになっています。うん、しかしはそのかなり気の遠くなるような作業をやってるわけですね。まあ、ドイツはこんなに系統的にやってるんですけども、このドイツでさえ、この最終処分ですね、その場所とか、方法というのは決まっていないという状況です。ところで今あのドイツには原発は何基あるんでしょうか。はい、でこのドイツの原発ですけれども、2011年3月11日福島事故の当時は17基あったわけですけども、その3日後に8基、ほとんど半分近くをすぐに止めてしまいます。でこれは最初は3ヶ月だけ止めるということだったんですけれども、もうそのまま廃炉になった。で3ヶ月足らずのですね、6月6日閣議決定をして、残りの9基は2020年までに順番に廃炉にしていくということを決めたわけです。すると、こういうあの解体作業というのが全国的に行われていると。そうですね、これから広がるということ。ところでドイツの自然エネルギーへの転換というのはどういうふうに進んでいるんでしょうか。でドイツの自然エネルギーですけれども、去年のこの発電の中に占める割合、自然エネルギー 23.4%、 4分の1まで、いっています。すごい高いですね。これ日本と比べてはどうなんですか ね日本はあの大体 10% ぐらいと言われてまして、10年前までは、日本の方がちょっと上だったんですね。まあ、10% でドイツはこういう感じだったんです。でこの電力買取制度っていうのを導入しだしてからドイツがギューッと伸び出して、で日本はずっと 10% のままで、あの日本もですね、一昨年ですか、あのドイツに学んで電力買取制度を導入しまして、現在は 12% から 13% ぐらいということになっています。なるほど。今後の計画とかはどんな感じなんでしょうか。でこの去年9月の総選挙で大連立政権というのができたんですけれども、ここの目標がですね、2025年までに40から 45%、 35年までに55から 60% という、こういう目標を掲げています。今後10年間で倍にするという。そうですね、ことですね。まあ、このだからこそですね、このエネルギーウェンデ、エネルギー革命という、この革命がちょっとどっか行ってしまったんですけど、このエネルギー革命というものがですね、革命が出てきました。今日のキーワードです、ね、キーワードです。エネルギー革命と言われる、これよく覚えておきましょう、ね、ゆえんはあのここにあるんだということですね。転換革命という意味ですか。なるほど。で最後にちょっとあの、はい、それでまああの、まあ、ドイツはね、まあ、ヨーロッパの中心ですけども、あの、まあ、それと比べてどうかという、でドイツというのは人口が8200万人ということで、ヨーロッパ最大の、工業国で、まあ規模から言っても日本と非常によく似た工業国と。でそういう工業国がこういうふうに一生懸命自然エネルギーを増やしていると。でこの写真というのはベルリンの中央駅なんですけれども、この屋根がですね、太陽光パネルということでここで発電しています。でこれはドイツ南西部の標高700メートルの村なんですが、ここの山の奥の方の村に行ってもですね、こういう太陽光のパネルがあると。で、まあ、日本から来ますと、で ここはあのほとんど自然エネルギー100% に近づいている村なんです。で日本から来ますと、もうドイツの冬なんていうのはどこに太陽があるんだというような状況で、まあなんていうか涙ぐましい努力って言ったらあれですけども、まあそういうふうなことをしてこういうふうな目標に、家々の普通の民家の上にどの家も太陽光パネルがある。でドイツの場合あの屋根がね、まあ日本と比べて大きいですから、例えばあの農家の倉庫とかね、にこのパネルを100個ぐらいバーッと並べているとかね、まあ、そういうようなところもあります。こっちもすごいですよね、もうね。で、まあ、そういうような状況で、お考えてみましてですね、この日本とドイツっていうのは、まあ、いろんな条件の違いというものもありますけれども、ドイツでできることが日本で絶対できないということはないんじゃないかということを私は強く感じました。なるほど。いやいや、大変あの私自身勉強になりました今日は。
ということで、本当僕ら勉強になった。すごい。何かご質問ございますか。いやもうよくわかった。十分よく分かりました。なんかテレビでやった方がいいとかいろんなコメントがいっぱい、ありがとうございます。なんかしっかりしてるなって。それではこのコーナーは一番充実してる。はい。それでは赤旗日曜版今週号の一番新しい赤旗日曜版です。名護市長選挙でこれが民意であるということで。今日さ。はい。自民党のさ、はい、防衛省の政務官がさ、はい、民意はね、永田町の民意は自民基地を作るというのが民意だって、もう本当さ狂ってるよね。狂ってる。本当異常ですよね。今後やっぱり戦いは続くということで、永田町の民意をね、自民党は永田町の民意、一応番赤旗一回しもご購読お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。赤旗さんの月いくらとかそういうのちゃんと言わないでいい。そこに、ぜひ、日刊紙は月3,400円、はい、日曜版は800円ということで、はい、ご自宅まで、配達いたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、読んでください。読んでください。ね、安い。今のお話のようなもう充実した中身が、ね、毎日毎週、お宅まで届きますので、読んでない方はぜひ赤旗読みください。あんな面白い記者さんがいっぱい来ましたね。そうです。自分が読んでいて周りに広げたいと思っている方もぜひね、広げていただきたいですね。なんかお正月なんか、そうなんです、私も親戚のおばさまに広げました。ありがとうございました。はい、ということで、9時を回りまして、今日のとことん共産党そろそろ終わりにしたいと思いますが、初めてご出演いただきました曽根さんと米倉さんから一言ずつ感想をいただき、それから都知事選に向けての決意も改めて一言いただければと思います。今日ここに来て宇都宮健児さんこそやっぱり東京都知事にふさわしいということを、心底を感じましたので、やっぱり舛添さんとか細川さんには絶対負けたくないと、ファイトが湧いてきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい楽しかったです。ありがとうございました。特にやっぱりここの場もすごく楽しかったんです。赤旗ナイトが、ここももちろんすごい楽しかったですよ。赤旗ナイトすごく勉強になりましてありがとうございました。はい、都知事選挙はもう頑張るしかないと、やっぱり庶民の味方、弱者の味方、宇都宮健児さんは、私たち庶民が広げるしかないですから、ぜひ見てる皆さん、広げていきましょう、一緒に。はい、私もそのために頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私も都知事選挙、本当全力で、頑張りたいというふうに思います。この明日ですね、希望の街東京を作る会が、ニコニコ生放送で、生中継で午後9時から宇都宮健児さんが出演をして、番組が行われますので、ぜひ直接そこには宇都宮健児さん出演されますからご覧いただければというふうに思いますし、都内各地で、土曜日の2時には市田忠義さんが池袋駅東口でね、街頭演説会もやりますし、これからもいろんな場所で訴えていきたいというふうに思います。何としても宇都宮健児さん勝利のためにぜひ頑張りましょう。力を貸してください。よろしくお願いします。次回のとことん共産党ですけど、はい、ちょっと先になりますが、この前にその都知事選の投票日2月9日があります。その、1週間ちょっと後ですけれども、日程だけ決まりました。2月18日火曜日の夜8時からMC 小池さんと私でお送りします。テーマとゲストは決まり次第また共産党のホームページなどでご紹介したいと思います。はい、共産党のホームページにとことん共産党というバナーがありまして、そこをクリックしていただくと、これまで の録画も見れたりですとか、とことん共産党をどういうふうに作っているかっていう面白い、新聞赤旗の記事がカラー版で掲載されていますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、今日も遅くまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。